皆さん、こんにちは。今回は、神肌の神 BGM を一生聞く方法をご紹介します。まず、火山間の隠し通路から来ることができる。こちらのステージで、神肌の騎手との戦闘できる境界までたどり着きます。通常は、この境界の中で、神肌さんと戦うのですが、今回はちょっとした裏技を使います。まず、段差を降り、境界側に移動します。すると、なぜか神肌戦が始まります。そして、神曲が流れ出します。一体何が起こっているのか、境界へ向かってみましょう。こいつは、ただの雑魚です。神肌さんと姿形は似ておりますが、何度もリスポーンします。なんと、黄色い霧があります。ボス部屋に入らずして、神肌さんと戦うことができます。そしてこのように、黄色い壁を突き抜けて攻撃してきます。しかし、完全にこちら側には来られないようで、ここから遠距離攻撃をするなり、状態異常にするなりして倒すことができます。ただ、一度こちらに攻撃してきた後は、しばらく引っ込んで出てこなくなります。物音が聞こえると、もうすぐ来る合図。心臓に悪い。普通に倒した方が楽ですね。今回は、ここからが本題です。実は、この神肌戦、死ななければ、一生続けることができます。このステージから離れても大丈夫です。私が前に一度試したところ、オートまで行ったところで死亡し、終了しました。今回は、限界までチャレンジしたいと思います。一度も死なず、全クリします。おそらく、この神 BGM がラスボスまで流れ続けるでしょう。まずは、祝福で休憩してみます。さすがに祝福縛りはきついので、この状態で祝福が使用可能かどうか確かめます。何事もなく使用できました。それでは、旅立ちましょう。こっちじゃなかった。ここから、外に出るまで早送り。火山間から出ても BGM は鳴り続けています。神肌の騎手のライフも表示されたままです。このままラスボスまで行けるのでしょうか。すでに BGM 聞きすぎて頭おかしくなりそう。おや、ここに来て、神肌の騎手のライフゲージが消えました。しかし、BGM は鳴り続けています。BGM が鳴っている以上、止めるわけにはいきません。私は神肌さんと戦い続けているのです。そうなのです。今、マップが開けません。
敵が近くにいる状態で、マップは開けませんよね。神肌さんと戦っていると判断されて、マップを禁じられている状態なのです。BGM が闇、マップを開くことができれば神肌さんとの戦いが終わったと言えるでしょう。長い道のりを駆け抜け、オートまで到着。ここで、メリナさんの意見を聞いてみましょう。メリナさんには、この BGM が聞こえていないようだ。私はもう聞きすぎて頭がおかしくなっている。この神 BGM、音量も大きいので、耳もおかしくなり始めている。マップも開けないので迷うし、正直、もうやめたい。幸いにも、モーゴットは撃破済みだ。火の巨人を倒し、ファルム攻略し、最終バトルに臨んで終わりだ。と、ここで事態が急変する。ロルドの大昇降機で、イベントシーンが挿入されたのだ。イベントシーンで、ようやく神 BGM が止まった。トマトちゃんは、解放されたのだ。どうやら、ムービーを見ると、神肌戦も終了する。わけがなかった。また、神 BGM が始まりだした。これ、本当に最後までなり続けるぞ。行けるところまで行ってやる。もうやけくそだ。火の巨人まで来た。もう神 BGM に慣れてきた。静寂となんら変わらない。もう、手遅れなのだ。おや？火の巨人の BGM が鳴り出した。ついに解放されたのだろうか。いや、油断するのはまだ早い。大昇降機の剣がある。火の巨人戦が終わってから、また神 BGM が流れ始める恐れがある。なんやかんやあって、倒れそうなところまで来た。これで、解放されるのだろうか。この、無意味な現象から。さあ、どうだ。終わった。マップが、開けた。終わったのだ。どうやら、ボス戦を挟むと、神肌の呪いは消えるらしい。今思うと、あれは呪いだった。ちなみに、この神肌戦の裏技。2回目以降はできないのでご注意を。ご視聴いただきありがとうございました。やっと終わった。